はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。3時をちょいと回りました。4月11日の火曜日でございまして、日経平均は結局のところですね、289、ちょっとですね、弱まりましたね。289円高で終わりました。ふんっていう感じですね。ドル円は 133.38、まあこの辺りでうにゃうにゃしてますね。あんまり動きはないです。今日香港も動きなしですね。上がって始まったんですけどね、プラス29になってまして、原油ね 80.53 と、まあ堅調ですよ。はい、ビットコイン等々日本円で400万に行きましたね。ビットコインが高いということは、ね、ドルが安いっていうのと、なんて言いますかね、世間が安定してるということですね。でも金も高いんですよね。2015で堅調です。金が高いということはドルが安いということであって、世の中不安定ということなんですよ。僕は見るのはね、矛盾してるやんっていう感じですね。アメリカの10年利回りが、ね、3.41、 これはようわからんのですよね。政策金利は5ですからね、なんでそこに行かへんやろうと思うんですけど。さて、注目のドルウォンですけども忙しいね、この人たち。ほんまに、戻されまして 1321に戻されました。うわっと頑張って1317まで来たんですけどね、忙しいことですほんまに。基本弱いんですよ、見てると。最近のドルウォンはね、いや、ウォンが弱いんですよ。なんで、大きな流れとしては、ウォン安に向かうんだと思うんですね。でも、まあ、一生懸命向こうのですね、通貨当局は韓国銀行ですけども、まあ、一生懸命に介入をしているわけでして、もうそろそろね、兵糧が尽きるんちゃうかなと。まあ、兵糧はね、ドルを売ってウォンを買うんですけど、こう戻った時にですね、買い戻しといたらいいわけですね、ドルをね。すると100買って100戻せばですね、100売って100戻せば、買い戻せば、まあ評価は尽きないんですけども、まあこういうですね、ウォン安局面になるとですね、どんどん評価が減っていくという感じになると思います。さて、そのウォンの国ね、あれなんでしょう、この人たちってどう言いますかね、日本人もね、合理的にものを考える人っていうのはどちらかというと少数派でしょう。私なんか合理的に考えたいなっていうタイプなんですけど、非常に少数派だなと思いながら生きてきました。あんまりというか合理的にものを考えるっていうのは少数派で、世間のどうですかね、流れを合わせるっていうのは大半の日本人ですね。組織に入ってですね、このやり方絶対おかしいやんっていうふうに思ってもですね、それを口にしないっていうのは日本人ですね。まあ同調圧力が強いと言うんですけど、日本以上に同調圧力が強いって言われてるのがこのウォンの国、お隣ですね。で、どうもですね、合理的にものを考えなあかんというのは日本人は基本的にそうやと思ってるところはあるんですけど、お隣さんにはそれがもっと日本人より薄いんちゃうかなというところがありますね。中央日報にこんな記事が出てまして、これは昨日の6時53分、韓国野党議員日本で記者会見、佐渡金山のユネスコ登録を阻止するということで、ちょっと言いましょうか。日本を訪問中の共に民主党のアン・ミン・ソク、イム・ジョンソン、無所属のヤン・ジョンスク議員は9日東京産業遺産情報センター前でっていうのは、その中に入ってないのよう知らんけど前で記者会見を開き、朝鮮人強制労働現場である佐渡金山のユネスコ世界文化登録への登録を阻止すると明らかにした。まあ、議員らは記者会見を通じて発表した声明書で、佐渡金山のユネスコへの再登録申請がユネスコの精神に合わないため、佐渡金山の強制動員を歪曲した歴史がユネスコに登録されないように国際的な連帯を続けていくと述べた。まあ、うにゃうにゃってあるんですけど、佐渡金山
のがですね、ユネスコに登録しようとしてるんですけど、僕自身はね、なんでユネスコにわざわざ登録したかと、いらんやん、そんなんて。ユネスコというね、組織自体私は非常に何でもいらんやんと思ってるんですけども、まあ、それに佐渡金山が登録したいと思ってるわけですね。多分、それ登録、世界遺産になったらですね、観光客が増えるというふうにお考えになってるんだと思う。そのために、この箔をつけるためにユネスコに登録すると。何の必要性も感じませんけどねユネスコとかね、ユニセフとかね、あの辺の組織はね、もういらんねん、はっきり言うて、何の意味もないと思いますよ。そもそもアメリカは加入してないんちゃいますか。でそれに登録したからですね、観光客が増えるという、 こう考えもさもしいんですけど、まあそれは置いといて、それをね、お隣さんがね、阻止するっていうふうに言うてはるんですけど、一体お隣さんに何の利益があってそれを阻止するっていうのが意味不明なんですね。全く意味不明なんですよ。で彼らが言うにはですね、戦争中にこう彼らのですね、同じ民族の人たちがですね、強制労働で働かされたんやと、だからあかんって言ってるんだけど、まあ、戦時中ってのはね、日本人であればですね、政府の徴用と言いましてですね、まあ、ここ行って働けと言われたら入っていかざるを得ないわけなんですね。で、だ日本人もみんなその徴用ってやってたわけです。で、1945年まではですね、半島の方も日本人でしたから、お前ここ行って働けって言われたら働くわけですよね。それで別にこう、奴隷労働をさせられたかって全然そんなことないわけです。きちんと労働基準を守ってですね、賃金をもらってたわけなんですね。で賃金を不払いであったという記録は何も残ってないですよ。ただで戦後のどさくさに紛れてですね、賃金をもらわないまあまあですね、お帰りになったという例はあるそうでございます。で佐渡金山はそれを供託したそうですね、お帰りになった人々の賃金をということで、まあそれがまあ供託の期限切れになったとかならへんとかってそういう話あるようですけども、まあその事実をもってしてですね、世界遺産 の資格はないとかって騒いであるわけですよ。まあね、そのまあ言うのは勝手ですけど、それ言うて世界遺産に佐渡金山が登録されなかった場合、彼らにとって何の利益あるんでしょうね。そこがようわからんというですね。でそんなことのためにわざわざですね、日本にやってきてですね、日本のアホなマスコミ集めてですね、記者会見してですね、まあ向こうのまあ、中央日報っていうのはこれなんかこう保守系とされてますけど、あんまり保守っぽくないですね、僕が見てるとね。こうわけわからんことをですね、記事に取り上げてるんですけど、何のためにやってんやろうという全く理解できないです。ただお隣さんという連中はですね、全く理解できない、日本人が理解できないこうストレンジな連中だと思えばですね、まあまだやってるわで済むんですけど、だから大半の日本人はな、また何か言うてはるっていう感じで捉えてると思うんですけど、いいイメージにはなりませんよね、彼らはですね。あ、また面倒くさいこと何か言うてはんでみたいな、そんな感じでうーんっていう感じになるわけですね。だから日本人ってね、今ねお隣さんに対していいイメージも悪いイメージもあるんですけども、日々ですね悪いイメージが広がってると思うんですね。こういうことをされればされるほど、なんか変なこと言ってるやんあいつらみたいな、そういうふうになっていってですね、まあ韓流のファンが増える一方ですね、こうやってこういうニュースを見た日本の大人たちはですね、あ、またなんか面倒くさいこと言うとんであいつらみたいなですね、嫌なイメージがあるわけですね。それを膨らまして彼らにとって何の得があるんやろうということですね。まあ一つね考えられるとすれば、彼らのストレス発散なわけですね。藩というお隣さん独特のですね、人を恨む、世間を恨む、社会を恨む、自分の人生を恨むというですね、この感情をに対するあれですね、発散効果ですね、を持つという、それぐらいしかないわけですけど、日本の場合ね、そういう時に外国を巻き込むってことはあんまりしないんですよね。まあ勝手にやったらええやんという、その日本の中でね、なんか勝手にやってたらええやんという、まあ日本にも変な人いっぱいいますからね、その自分の恨みっていうものに対するカタルシスを出るというためにそう騒いでる人いますけど、日本国内でそういうことをしてる人って大体白い目で見られて終わるでしょう。お隣さんはね、これを国を挙げて、ね、応援するんですよ。だから国を挙げてですね、彼らはですね、まあシンドロームやるわけですね。ああっていう感じなんですけど、それがねこうおかしいとは全然思わない、お国柄なんです。
これは日本に対してもそうな、特にそうなんですけども、よその国に対してもね、少なからずそういうところをお店になるわけですね。だから彼らはですね、世界の各国から少なからずストレンジな国というふうに見られているところがあります。感覚は違うんですね。人類最古のですね、ビジネスをなさっていた少女像たるものをですね、世界中に立てて喜んでる人間なんで、あれが全然私は理解できない。自分らの恥をさらし回って何が楽しいんやろという感じですけど、もうそのあたりからしてストレンジな感じがしますね。この中央日報のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。